皆さん、こんにちは。早速、最初から始めていきます。信長誕生、承久、雲の家です。1534年6月からのスタートなので、8年後の1542年6月になればアウトとします。内政の方は労力が2しかないので、開発くらいしかできません。国高を上げました。そして、工作は武田家に。戦国伝、富国強兵が始まりました。どうでもいい戦国伝っぽいです。市場一つで兵が少ないので、武田家に援軍を頼めるまでは、どこの城も落とせません。さて、9月になりました。ここから武が動き、そして、武田家の信用が40になります。動き始めましたね。北条家が、山の内上杉家の八王子城に攻めています。武田家は山の内上杉家と同盟を結んでいるので、援軍に来てる模様です。できれば、北条家には東に行ってもらって、武田家の信用が40になった時、すぐに援軍を呼ぶという展開になると、ありがたかったのですが、こっちの方に来ちゃいましたね。こうなると、武田軍の兵が削られて、こちらの攻略にかなりの影響が出ます。武田家には援軍を呼べるだけの信用はすでにありますが、今はおそらく呼べないので、武田軍の騎乗を待つことにします。秋になってからの内政は、開発の商用を上げています。我が策、戦場を制す。武田軍すべての騎乗を確認したら、援軍を呼ぶことにします。まずは、上原城に呼びます。ここは、金山が出る可能性もあるし、武田家の北上を抑えることができる大事な拠点です。筒子ヶ崎から信虎さんが1500の兵を出してくれてます。ここで、こちらは100の兵だけ出して、米を少しでも残すのが理想的だったのですが、そうも言っていられなさそうなので、出せる目いっぱいの兵、700を出しました。出陣するぞ。これは、村上義清が援軍に来てるようです。この援軍、来る時と来ない時がありますね。上原城の耐久は2000。PK 版ではかなり低い耐久ですが、ギリギリになりそう。雪高の野戦、このメンバーを相手にするときついので、信虎さんにある程度やってもらいます。行くぞ。諏訪さんも城から出てきました。諏訪さんも結構強い。かしこまりました。武田軍が兵を減らして退却しちゃうとまずい。そろそろ戦いに加わります。信虎さんが強いのでなんとかなってる感じ。よし、義清が退却。兵が足りてないので、包囲できるまで強行で耐久を減らします。包囲できるようになりました。通常の武将では、こんなに早く士気ゲージは下がりません。この上原城は、下手すると今川にも攻められる可能性があるので、耐久もある程度残しておきたいところ、今川家は、吉本が家督を継ぐ時のごたごたがあるまでは、武田と婚姻関係にならないようなので、そのごたごたが終わるまでは大丈夫な感じ。上原城を落としましたね。上原城で巡殺をして金山を狙います。お金も足らないので少し米を売りました。米の残りだけは気をつけないといけない。米がなくなると、いろんな勢力が遠方からでも、こちらを狙ってくる心配があります。武田軍の騎乗を確認したら、援軍を再度頼むことにします。小笠原さんが守る深市城に援軍依頼をしました。当主の小笠原さんは優秀ですので、早めに確保したいのと、
金山が出る可能性あるので優先して攻めたいところ。武田軍は市場から2部隊の援軍をくれてます。これはちょっと不安な兵力。上原城は金山が出ました。ここで今川家にも工作を仕掛けます。ここも100の出陣で済ませることができればよかったけど、理想通りにはいかないものです。700の兵で雪高出陣。お、信虎さんの500も出てくれましたね。かしこまりました。ちゃんと包囲に入るようにしないと。あらあ、長尾の援軍が来てるっぽい。どうしようかな、来てるのは柿崎影絵。かなり強いので、強撃で排除を狙います。お任せくだされ。前にここ経験した時は、長尾の援軍なんてなかったんですけど。米2000は切りたくないけど、不可視を取れないとまずいので、諏訪さんを上原城から出します。非常するぞ。お任せくだされ。ちょっと、不安だらけの序盤になったかも。長尾軍は黒人衆も一緒に連れてくるので厄介です。武田軍が全て退却するという事態になるときついです。出陣するぞ。小笠原さんが城から出てきて武田軍を強撃。この人も統率80以上なので強いんですよね。諏訪部隊、あえなく壊滅。長尾、小笠原連合軍は、黒人衆含めると3600ほど。工作ができないのはまずいので、米を売りました。これは怖い。どこかに攻められないことを、収穫まで祈るしかない。これは、雪高が危ない。よし、影絵が退却。承知いたしました。今度は、不可視城の耐久がすでにかなり減ってるので、焦っています。もし武田に取られたら、即投了レベル。なんとか間に合いました。雪高が取り付いた時の残耐久は100でした。危ない危ない。我らには勝てぬぞ。強行で不可視城の兵をゼロにして攻略完了。9月で米が手に入ったけど、金がないので米売り。相場が悪いけど仕方がない。不可視城の金山を狙って巡殺。懐柔できそうな黒人衆が一つあるので懐柔。武田軍の騎乗待ちです。戻ったようだけど、兵が寂しそうなので少し待つことにしました。ご命令をくだされ、先月の終始です。不可視城は金山が出ました。北条家にも工作を仕掛けます。だけど、金が足りないので武田の工作を一旦取りやめ、そして、武田に援軍依頼をします。高遠城に呼びました。援軍を頼まずに、あまり悠長に待ってると、武田軍がどこかに出陣しちゃうかもしれない。
信虎さんが1500の兵を出してくれました。高東城は本城だけど、耐久が3000。本城の中では最低の耐久になるのかな。この段階で1年半経ってる。あと6年半。武田家との工作を再開。出陣します、我が戦。武田軍がもう一部隊、出してくれましたね。承知いたしました。松平清康が家臣に裏切られて死んじゃうイベント。これにより求心力を失った松平家が今川家に従属します。高東城前の戦いは武田家に部隊に任せようかな。行きます。承知いたしました。出陣します。武田家にはあと1回、援軍を頼む予定。その後、停戦期間が終われば、戦うつもりです。ですので、信用40ある武田家への工作は終了。よし、兵が足りた。なんか小諸に長尾軍が来てる。小諸を長尾に取られると、嫌な感じ。こんなに早く信濃に来るのね、山の内上杉家が隙を見せたのかな。これは、長尾が小諸を取りそう。高東城を攻略。できれば、次は桂尾城を取って吉木を手に入れたいところだったけど、どうしようかな。米が危ないので、出陣しにくい。そして、織田家に工作。しかし、どうしようかな。村上家を狙うと、高い確率で同盟している長尾家が援軍に来そう。こちらは米が危ないので、多くの兵は出せない。とりあえず、出陣しそうなので米を買っておきました。小諸を長尾家が取りましたね。断絶になるけど、このままにしておけない。小諸城は今、耐久がゼロなので、狙うことにします。小諸の長尾部隊が入城したので、戦列に加わった小笠原さんを砥石城から出陣させます。戦場を制す。出るぞ。少なくとも兵糧2000は保持したい。出るぞ。今川家家督争いのイベント、この辺りで武田と今川が婚姻をしてるはず。争っている福島家を滅ぼしたら信濃の方に来る可能性がありそう。小諸は少しだけ耐久が回復してる模様。強行で落としに行きます。長尾援軍が小諸城に向かってきてますね。小諸城を攻略。これで退却してくれるかな。退却してくれないのかな。米的に村上家攻略は諦めです。停戦期間を考えると武田への最後の援軍依頼をしなくてはいけない。ゆっくりしてると、武田と北条が同盟を結んでしまう。長尾軍がもし小諸に来たら、こちらは兵を出せないので、武田家には、小諸城援軍を頼みました。今川家の外交姿勢が敵視に変わったので、工作を中止。小諸城は取られたくないので修復します。武田援軍が間に合わないようなら200だけ小諸から出そうかな。
よし、間に合ったみたい。2年目に入りました。残りは6年。援軍がなんか強いなと思ったら、春の部の部隊だった。元服したのね。兵舎をあまり上げてなかったけど、武田戦に向けて上げていかないと。しかし、この信用40を使っての外交は、援軍依頼、領土拡大、人材獲得、停戦9ヶ月、敵侵攻ルートの妨害、敵兵の疲弊、一石何鳥かわからないくらいという。なんか武田と北条が関東でやり合ってますね。南信濃が豊作、これは運がいい。今川軍が来てますね。これは山の内上杉家の城に来てる模様。こちらは、武田家に攻めることができる状態になるまで、兵を回復。お見せしましょう。かかれ！2年半が経過。はい、内政を終えた状態です。真田家の本庄は一つ。もう2年半も経っちゃったの？って感じでした。総武事例を出すためには、本庄が30必要なので、29個の本庄を5年半で取る必要があります。軌道に乗れば早く城を落とせるようになるとはいえ、まだまだ軌道に乗るには時間がかかりそうだし、残りの数字だけ見ると、少し絶望感を感じているところです。城の耐久が無印とは違って軒並み上がっているので、どれくらいのスピードで制圧できるのか読めない。ただ、後半になると一気に城を落とせるようになるのは間違いないので、諦めるわけにはいきません。次回は、武田家との戦い。武田との停戦期間が残り2ヶ月。北条から援軍を呼んで、できるだけこちらは省エネして、米と兵を温存しつつ、甲斐と春信の確保を狙いたいところ。甲斐制圧後も素早くどこかを狙っていく必要がありますね。ということで、今回はここまで。では、またねー。